こんばんは。あさって試合を控えているプロボクサーです。おお。減量と緊張の影響でなかなか寝れない状況です。武井さんが現役の時、大事な試合前はどのようにメンタルコントロールされていましたか？メンタルコントロールなんかしたことね。はい、したことないです。試合のもう前日前々日にはもう結果出てるんで、その日までに準備してきたことでもう結果出てるんで、はい、その直前になってぐちゃぐちゃ考えることは一切ないし、もう確実に前の試合より記録を伸ばせる状態を作ってからその日にたどり着いてたので、だから陸上の試合ほとんどほぼ全部自己ベスト出してるので、準備が足りなくて試合を迎えたこと一度もないから、うん、だからメンタルコントロールなんかしたことないです。もうああもう練習もうここまでマジでやったわと、回復の作業もめちゃめちゃやって抜群のコンディションでもう今日まで来てるわと、まあ、あとは天候さえ邪魔しなければ確実に自己ベストが出る、あとはもう先に自分より先に始めてる選手たちにその今までの時間でどこまで追いついてるのかっていうことを確認するために試合に行ってるんで、絶対に俺が一番記録伸ばすっていう自信があるので、はい、それで届けば優勝できるし、まだ先に始めた人たちの積み重ねが大きかったら、まあ2位、3位、4位、10位とかってね、順位がつくので、でそこで順位がついたときに、よし、あと4人だとか、あと3人だとか、まあ次の試合まで待っとけやっていう、お前らも記録止まってんなっつって、10年やって記録止まってんなっつって、俺はまだ1年、2年だから、今が一番伸びる時だぞと、恐れて俺を待てっていう感じで次の試合に行くので、試合の時にはもう本当に、2日前なんか別に、はい、不安も何にもなかったです。はい、もう早く試合をやらせろと、はい、100メートルのスタートを早く切らせろと、10周競技を早くやらせろと、100% 自己ベストを連発するのでっていう気持ちでやってました。はい、悩んだことないです。一度もないです。コメントありがとうございます。すでに結果が出ているという考え方は新鮮でした。今は持てる力を出し切ることにフォーカスします。そうな。それで負けたら、それぐらいの積み重ねしかできてなかったっていう答えだから。それをメンタルのせいにしてたら、一生自分はメンタルが弱いから負けたって言い訳して、自分の準備不足をごまかすから。メンタルなんか、ブレブレでも、自信あっても、出た結果が全ての準備の結果だから。だから、その試合でメンタルで緊張してダメでしたなんていうやつは、もう準備のそのスタートラインに立ててないよね。だから負けた時にメンタルのせいにするなんてほど意味のないことはない。だから負けた時とか結果が出なかった時は、俺の前の試合から今日までの何日か、まあ、100日間か分かんないけど、1ヶ月はとかには、この結果が出るようなアプローチしかできてなかったんだっていう、ならばこれからの毎日で何をするべきかっていうのを新たに学ばなきゃいけないし、構築しなきゃいけないんで、それが成長していくことだから、本当にメンタルなんて気にしてるうちは本当成長しないですよ。マジで足りなかったんだっていうことを自覚しないとダメですね。そう思った方が絶対にいいですよ。頑張ってね。